東口駅舎駅構内を三島側の車内から見たところ、一番右側が東端式の三番線駅構内を修善寺側の踏切から見たところ、大場駅は静岡県三島市台上にある伊豆箱根鉄道寸ンズ線の駅である。駅番号は伊豆零五。北側に伊豆箱根鉄道の本社及び車両基地があるため、朝には東駅始発の列車もある。端式ホーム。 島式ホーム計2面3線を有する地上駅。東口駅舎は1番線ホームに、西口駅舎は2番線ホームに、それぞれ面しており、各ホームとのアクセスには、構内踏切を使用する。現在は、早朝、夜間を除き1番線が、修繕事業、2番線が、三島港の発着となっている。3番線は、東端式ホームのため、 大橋発三島方面行き普通列車、三島発大場行きの最終電車、大場工場への入庫列車、出庫列車のみに使用されるが、日中の車両故障時に代替車両への乗り継ぎに使用されることもある。大場工場でイベントの時はこのホームに一日中電車が留置されることもある。特急踊り子の停車駅のため、1番線と2番線のホーム有効長は5両。 3番線のホーム有効長は3両である。西口、東口ともに自動改札機を設置している。駅窓口は西口にある。以前は西側にしか改札がなく、東側の1番線に降りた乗客は、校内の踏切を使って西側ホームに渡らねばならなかったが、2001年に県立三島南高校が大場地区に移転したことに伴い、 東側のホーム南寄りに東口が増設された。当初は朝のラッシュ時のみ使用されたが2005年の駅舎改築時に東口にも自動改札、券売機が設けられ午前7時から午後9時まで利用できるようになった。現在西口の自動券売機1台がまた東口も自動券売機1台がタッチパネル式に置き換えられた。2006年末より 発車ベルが、蒲田信号機制の電子音のものに変更された。発車ベルは踏切に連動しており、駅員が発車ベルのボタンを押すと踏切が作動し、一定のタイミングで発車ベルが一定の時間なる。駅の南の踏切から東口に通じる道路は、かつて駅東部に存在した森永製菓の専用線の跡地である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。 ありがとうございます。